引いてくださいね。このカードでいいですか？見てみましょう。人間をこき使う悪魔。いいカードとは言えませんが、悪い結果になるとも限りません。どう悪魔と向き合うか。車に気をつけてください。知り合いですか？こんにちは、アミウサさんでしょう？そうですが、お会いしたことありませんよね。どちら様でしょう？
ごほん、自己紹介いたしましょう。ジェリー・ディと申します。一応ビジネスをやってるもので、今日はアミューサさんにとあるゲームの対戦に出場いただきたく参りました。アミューサさんはご存知でしょうか。間もなくあるゲームの対戦が行われるのですが、商品は世界で最も大きくて美しい伝説のダイヤモンド、エルフクラウンです。ああ、聞いたことがあります。お金持ちの方々たちが共同出資して購入した高価なダイヤモンドですよね。所有権をめぐって問題が起きていると聞きました。ゲームで所有権を決めるということでしょうか。ビンゴ、アミューサさんはカジノのゲームにお詳しいですから、このゲームもきっとお手の物です。ダイヤモンドを手に入れるためにぜひお手伝いいただけないでしょうか。面白そうですね。でも申し訳ありませんが、今は中央庁で働いていますし、勤務中で忙しいんです。お手伝いする時間がありませんの。のわかりますよ。ご安心ください。ただでとは言いませんから。今日トラックで来たのもふさわしい報酬をご用意しておいたからです。ご覧ください、あの最後の晩餐にも匹敵する完璧な名画、最後のハセセリです。壁に飾ってあるだけで持ち主のセンスが光ります。いいえ、こういうシュルレアリズム的なものはあんまり。ではこちらはいかがでしょうか。この香水はフランスの香水マスター風のウィリアムの遺作です。マスター自身がこの最高傑作を嗅いでうっとりし、そのまま死んでしまったという噂の一品ですよ。ちょっとこっちに向かって振りかけないでくださいな。何か変な呪いにでもかかったらどうしてくれるんですか。あとはこちら、黄金のトランプ。これはまるでアミューサさんのために存在するようなものです。柄の彫刻の芸術的価値だけでも黄金の値段を超えてますから。見た目は悪くないですが、こんなに硬くて重たいトランプ全然使えませんよ。そうおっしゃるならこれはどうでしょう。お待ちください。熱意はもう十分に伝わってきました。どうしてそんなにあのダイヤモンドが欲しいんですか。当然じゃありませんか。あれは世界で最も大きくて美しいダイヤモンドですから。その大きさも美しさも富としての栄光も全てが財産そのものでもあります。それに共同出資した時、私も大金を支払いましたから。私はそれを手に入れたい、いや手に入れるべき、手に入れる権利があります。なんと言えばいいんでしょうか。悪いことは言いませんから諦めてください。本気で言っているのですか。どうして。お話を聞く限りではそのダイヤモンド危険ですね。手に入れたら痛い目に遭いそう。もちろんどうするかはあなたの勝手ですが、どちらにしてもお手伝いはできません。他の方を当たってくださいな。待ってください、報酬ならもっと。勤務中ですから失礼します。さ、パトロールを続けましょう。ここで集合するって約束したのに、隊長はなんで来ないのかしら。タロットで調べてみましょう。雷が落ちるタワー。ダメですね。何かあったみたいです。
そういえばボス、どうしてこんな危ない仕事を引き受けたんですか。相手は化け物も倒せる人気使いですよ。まともにやり合ったらこっちに勝ち目はないですぜ。人気使いでも首を切られれば死ぬだろう。それにジェリーリーさんが約束してくれた報酬で俺たちはこれからの人生を死ぬまで存分に楽しめる。これだけのリスクにも価値はあるぜ。今がベストタイミングです。やりましょうボス。よし、それじゃあ少し考えれば無理なことだってわかるはずなんですけどね。そんな顔すると思った。思わず笑いが出ちゃいます。バレたか。おい、あれは俺たちへの警告だよな。さすが人気使い、手強いな。ビビるな、こっちじゃない、タロットを見てるだけだ。まだ戦う気はなさそうだ。多分店にまだ店員がいるからだろう。俺たちに有利だぞ。でもボス、店員が中に入っちゃいました。立ち上がりました。やはりやるしかないですか。落ち着け、背を向けてる。やるなら今だ。何の真似だか知らねえが、背中が無防備ならこっちのチャンスだ。一発で仕留めてやる。あれ、おかしいですね。なんで誰も出てこないのかしら。くそ、罠だったのか。危うく手を出すところだった。この女やばいぜ。まだ出てこないのですね。ジュースをもう一杯注文しようと思ったのに店員さん言ってしまいました。お店を留守にするなんてダメじゃないですか。まあいいや、十分飲んだし戻って待つことにしましょう。ボス、もうよしませんか。どう見ても俺らじゃ相手にならないです。この取引はやめましょうよ。命が大事です。しかし、だが報酬が諦めきれないぜ。勝負に出てみる。成功すれば神様に感謝して殺し屋をやめる。失敗したらお前らだけでも逃げろ。やめて。そこのお方、何を企んでいるのかは大体想像がつきますが、今日はとりあえず帰っていただけませんか。その表情と動きからあなたの決心と熱意はわかります。私に挑もうとしたその勇気だけでも褒めて差し上げたいのですが、今は勤務中でこれからは他の方とパトロールに出なければなりませんので。それに私の本当のお仕事は人類のためモンスターを倒すことなんです。まあ私にとってはモンスターもあなたたちもさほど変わりませんが、どちらにも負けませんからね。助けてくれ、俺たちが悪かった。命だけは助けてください。逃げろ、殺されちまう。待ってください。すみません、ちょっと言い過ぎましたね。びっくりしちゃいました。私も一生懸命働いてあなたたちを守るために戦います。この世界をモンスターのいない美しい世界に戻してみせます。そしたら私も暇になって人気使いの力を失うかもわかりませんけど、もしその時あなたたちにまだ決意と熱意と勇気があるのでしたら、気軽に私の元に来てください。思う存分遊んであげますから。いい子だな。なんて広い心だ。こんなちっぽけな報酬のために魂を売る俺たちと大違いだ。俺たちの負けだ。帰ろう。やっと来ましたね。遅いですよ。でもタロットで訳あっての遅刻だと読み取りましたので許してあげます。
少し考えれば無理なことだってわかるはずなんですけどね。そんな顔すると思った。思わず笑いが出ちゃいます。はい、多分ギャンブルで人が足りてないから私を誘ってきたんでしょう。私有名人なのでしょっちゅう勝負を挑まれるんです。さっきの方のうち一人は手札まで出してきましたが、なんとか断れました。では行きましょう。パトロールの時間ですよ。あのゲームの対戦会場はここのはずなんですけど、人がいませんね。あ、見つけました。ハロー、ジェリー D さん。あれ、アミューサさん、来ないつもりだったのでは？簡単に言うと、バーで待ち合わせている間にちょっと考えたんです。少しくらいなら遊びに来てもいいかなって、それで来たんです。今、私を入れてくれるチームがないか探してるんですよ。よかった、本当によかった。例のエルフクラウンを勝ち取っていただければ、どんな報酬でも差し上げます。お約束いたします。あら、ジェリー D さん、そこまで熱心だなんて。了解しました。はい、プレイヤーの皆様、準備が整ったようですね。今回の対戦は予選と決勝戦に分かれており、一番早く予選をクリアした8人が決勝戦に進出できます。今からゲームのルールを説明いたします。選手チームから1人をプレイヤーとして選んでいただきます。ジョーカー抜きのトランプを1デッキ使って10メートル離れた場所からトランプをあの大きなルーレットに投げ込んでいただきます。トランプの補充はありません。トランプのエースからキングはそれぞれ1から13を意味します。その数字がトランプが当たった場所の数字と一緒であれば得点になります。100点ちょうどを取ったものが勝ちとなります。しかし100点を超えてしまうとアウトになります。難しそうですね。数字の大きい場所ほど当てにくく、ルーレットのスピードも速いです。大丈夫ですか？私のエルフクラウンはあなたにかかっていますが。難しい？簡単ですよ。むしろ簡単すぎて少し退屈かも。ちょっと勝負してみませんか？私がランダムでカードを4枚引きます。もし4枚とも同じ数字であれば、後でケーキをご馳走していただきます。もし違っていたらお願いを一つ聞いて差し上げます。多分たったの 0.0048% で2825分の1ですよ。投げたコインが地面に立つのと同じ確率ですね。簡単ですよ。古典的な公式で1デッキには52枚のカードがあり、4枚を取ると C52×4 パターンがあるっていうことです。そして4枚とも同じ数字が揃うのは13パターンしかありません。それを元に計算すればわかりますよ。どうですか？確率上ではあなたの勝つ可能性の方が高いですが、勝負してみませんか？ケーキが食べたいのでしたら、試合に勝った後世界トップレベルのシェフに作らせますよ。早く試合を始めてください。お願いします。せっかちですね、ジェリー D さんたら。当然ですよ。こうやって喋っている間に50点も得点した人がいるんですよ。なのに私たちはまだ始めてもいません。私のダイヤモンドが。おお、ずっと仲間と話し合っていたアミューサさんもやっと動き出しました。しかも一気に4枚もカードを取りました。見てなさい。
残念ですね。後で隊長と一緒にケーキ屋さんで休憩しようと思いましたのに。それなんと4枚のカードを一気に全部投げました。しかも一番難しい13エリアに全て命中しました。オーマイガー、ジェリーディーチームが52点を得点し一気に1位の座に。とにかく早く済ませて休憩しましょう。うおー、アミューサさんは続いてクイーンを4枚引きました。これは残りの48点をいっぺんにゲットしようということですね。先ほどのように華麗な動きでカードを投げ込みました。しかし今度は命中したのは1枚だけ。あれれ、アミューサさんの他の3枚は途中で別のプレイヤーさんに撃ち落とされました。50点をゲットした2位の方です。おっと、判定によりルール違反ではないとのことです。アミューサさんを狙い撃ちするつもりですね。悪いね、君ほどの腕はないがカードを落とすことくらいならできるさ。予選で君を引きずり下ろせば私の兄弟が決勝に出場できる。そうすればあのダイヤは我が家族のものになる。いいですとも、面白くなってきましたね。そこまで自信をお持ちなんでしたらもう一度かかってきてくださいな。ほれ、アミューサさんは64点を得たので今度は9を4枚投げました。2位の方も6枚を投げて狙い撃とうとするが、アミューサさんの4枚が全てエリア9に命中しました。なんだと、すごい、アミューサさん速やかに2枚を投げて相手の6枚を撃ち落としました。お見事です。ということでジェリーディーチームが決勝に進出しました。余裕余裕。さすがアミューサさんです。これでエルフクラウンはもう私のもの同然です。ジェリー D さんはとても興奮しているようです。スタッフがお伝えした決勝戦の時間までに貨物船へお越しください。ぜひ優勝を目指して頑張ってください。どれくらいこの真っ暗な部屋の中で待てばいいのでしょうか。プレイヤーの皆様、大変お待たせいたしました。ですが始まる前に決勝戦のルールをご説明させていただきます。ルールは簡単です。その部屋から出るとバーチャル映像でできた迷路に入ります。その入り組んだ迷路の中から鍵を3本見つけていただき、隠された扉を開けてこの船から脱出してください。それ以外の脱出方法は認められておらず不合格になりますのでご注意ください。一番早く港までたどり着いた方にエルフクラウンを差し上げます。仲間が多ければ多いほど有利そうなゲームですね。私たちでは人数が少なすぎます。大丈夫ですよ、タロットと少しの運があれば十分です。さあ行ってみましょう。おお、これは、ああ、現代の科学技術はバーチャル映像をここまでリアルに作れるのですね。いいぞいいぞ、さすが現代科学、モンスターまでいるとは。これはバーチャル映像なんかじゃない、本物です。助けて。確かに本物みたいですね。モンスターまでゲームの一部にしたんですか。いかがですかジェリーディーさん、
我々7名のプレイヤーが用意しておいたプレゼントはお気に召しましたか？モンスターはお前たちが？エルフクラウンのためにそこまでするとは、畜生！一番ひどいのはお前だ。エルフクラウンを手に入れるために中央庁の人気使いかつギャンブルの達人アミューサ城を出場させやがって、我々には勝ち目がなくなるだろうが。だからその迷路に100匹以上のモンスターを用意しておいた。その人気使いに守られながら鍵と扉を探してみろ。モンスターに食い殺されなかったらな。気をつけなきゃならないのはあなた方も同じですよ。船の壁がモンスターを閉じ込められると本気で思ってます？どういう意味だ？まさか迷路のモンスターが逃げ出したぞ。どうしてモンスターがここに？助けて！どうしましょう、どうしましょう。鍵と扉を探しながらモンスターもやっつけなきゃいけないというのですか？ジェリー D さん、まだエルフクラウンをなんとか手に入れようとしているのですか？命まで失っちゃいますよ。エルフクラウンですぞ。アミューサさんは人気使いなんでしょう。モンスターは倒せますよね。鍵と扉も見つけられますよね。はあ、わかりました。ゲームの難易度がアップしたとでも思うことにしましょう。私の番ですね。引かせてください。ゲームスタート。どう？飛行は私のジョーカーです。行きますよ。ここですよ。ゲームスタート。どう？聞こう、私のジョーカーか？最初のチームが現れました。やはりアミューサさんのいるジェリー D チームです。大自然の宝物トミーの結晶エルフクラウンの新しいオーナーの誕生です。ジェリー D さん、おめでとうございます。やりました、私のものだ。エルフクラウン
ランはついに私のものになった。本当に世界で一番大きくて美しいダイヤモンドですね。私もこんな完璧なダイヤモンド見たことがありません。だから皆さんも誘惑されるわけですね。しかしこのダイヤモンドのためにどれだけの代償が払われたのでしょうか。代償ですか？もちろん渡しますとも。どんな報酬が欲しいのか何とでもおっしゃってください。いいえ、そうではありません。この間お話ししたように、これは危険なダイヤモンドです。この完璧な存在自体が人間の心にある最も醜い欲望を引き出してしまうのです。出資者たちはダイヤモンドの所有権を公平に決めようとゲーム大会を開催しました。しかしほとんどの人が欲望に惑わされ、ダイヤモンドの光から自分を見失っていました。そのダイヤモンドのために全員がいがみ合い、無節操に相手の邪魔をしてモンスターを使って人を傷つけようとまでしました。そうですが、でもそれに比べれば私たちは正々堂々と試合をしたじゃありませんか。果たしてそうでしょうか。ジェリー D さんも例外ではありませんよね。私が出場要請を断った後、他のチームに参加させないために殺し屋を仕向けましたよね。何をおっしゃってるんですか。証拠でもあるんですか。私にはタロットもあるってこと忘れていただかれると困ります。でもご安心ください、ジェリー D さんに怒ってはいませんから。あの時考えて分かりました。これは危険な石です。やるべきことはこの石から離れることではなく、石を破壊することです。何をするつもりだ。あれ、私のダイヤモンドがいつの間にかお前の手に。早くエルフクラウンを返せ。ですから私が欲しい報酬はこのエルフクラウンなんです。この悪の源をこの世から消す時が来ました。自分から来られるなんて珍しいですね。当ててみましょうか。さっき審判を引いたんです。あの大会の後のことを伝えに来たんですよね。まあ自業自得ってことですね。じゃあエルフクラウンは？よし、全部グッドニュースですね。これで今回の件は一段落つきましたね。あ、まだ一件解決してないものがありそうですが。そうだ、隊長、いいものをお見せします。部屋に来てください。ありました、ここです。はいやっぱり想像通りびっくりしてますね。確かに投げました。でも投げたのはこの前私が作ったレプリカです。本物はずっと前に入れ替えておきました。隊長、もう一度勝負しましょうよ。前に話しましたよね、このダイヤモンドが完璧すぎるあまり人は貪欲になると。では私がこのダイヤモンドに誘惑されているかどうか当ててみてください。ためらっているようですね。何を考えているんですか。魅惑的なこのダイヤモンドについて、それとも私の意志が弱いとでも。
時間です。沈黙は危険とみなしますよ。はい、あなたの負けです。では答えます。残念ながら私いろいろなことを体験したので今さら悪魔の奴隷にはなりません。これでこのダイヤモンドはもう完璧な姿ではなくなりました。これ以上人々を誘惑することもありません。でもまあちゃんと役立てますから。このダイヤの破片はお金に変えて中央庁に寄付します。どうですか、私のこと見直してくれましたか。では勝負に負けたペナルティとして何をしていただきましょうか。よし、ペナルティとしてまず私とダンスを踊りましょう。